はい、続いてもトイ i クのパート5っぽい感じの問題ですね。えー、いきましょう。えっと、まずですねその問題となっている部分がどこですかと、過去がどこにあるのかというのは結構重要な問題で、えーまあ、ここにある、中ほどにあると。で、えー、ここを見てください、カンマがありますね。カンマがあるってことは、この左側の,、えー、その英単語の連なりとですね、えー、この 空欄,とのえー、空欄のある部分、まあ、要するに英文ですね、英文の部分というのは違う英文である可能性が高いと、えー、一応見ておくと、ワイルというのが接続詞で、もうここでもおそらく副施設確定です、ほぼ確定だろうと、なので、ちょっと後で処理すると、必要であれば後で読もうということになります、でえー、このさらに空欄の右側、えー、を見ていきますと、アバウト、アバウトというのはあの前置詞ですから、えー、前置詞プラス名詞のセットがここにあると。でまあ、なんやかんやや。か ありますけど、まあアマングも前置詞ですね。まあ、要するに、この辺はも多分就職語句だろうとってなると問題なのはもうここだけだってことですね。ここさえ読めば答えがわかる可能性が高いとで税ハブビーンとありますので、えー、これは？ 第一文型を表すす形ですね S が存在しているとちょっと統治が起こってますけどもでハブが、えー、複数形の主語を意味してますねつまり、えー、単数形であればハズになるはずですから、えー、ここがハブってことはこの空欄の中はおそらくは複数形の名詞が入るんだろうなともうおあつらい向きにですね形容詞のメニもありますので多分こういう就職の形をとって全体で主語になっているんだろうと、えー、選択肢を見ましてえーもう いけそうなのがもう B しかないわけですね。なんでですか複数形の S がついているからということですね。残りは全部ダメであると。はい、このように別に英文の意味をほとんど考えなくても、ですね解ける、パージングだけで解けちゃう問題というのもまあ,あるということです。まあ、念のため、えー、一応すべてパージングしておきましょう。まあ、while があの when とかと同じで接続詞、副詞節を作る接続詞、何々である一方でという、えー、ような意味になります。で Only a few っていうのはのはあ ほとんど、えー、存在しない、ほとんど何々ないというですねあの否定の意味を含む形容詞でして、えー、後ろのカンパニーズあたりを就職していると、なのでメディアカンパニーズで、まあ、こんな感じじゃないですか、なので、えー、メディア企業はほとんど内容、新聞社とかテレビ局はほとんど何々していないみたいな意味になるんでしょう、インディスカントリー全知識プラス名詞、この国のメディア企業はほとんど何なんですか、えー、注意を払っていないと。 何に対してですか、この問題に対して払っていないと。えなので、この国のえメディア企業はほとんどこの問題、このイシューに対して注意を払っていない一方で、えたくさんの議論が存在してきましたよと。何についての議論ですか、アバウトイットですから、えーまあ、こいつがですね、ディスカッションズを就職しているんだろうと。で、えー まあどういうディスカッションなんかっつったらですね、ここは分子が使われているところですね、議論が進行していると、で、誰の間でですかって言ったらですね、アマングが置詞プラス名詞で、えー、市民グループの間で進行しているたくさんの議論が存在しているんですよと、<laughs> 音が入った、<laughs> はい、ということです。